インターリーグドジャース、レイズ、2024年8月24日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、30、が24日、日本時間25日、本拠でのレイズ戦に1番 DH で先発出場。第3打席で今季9度目の2戦連発とする41号を放った。 前日のレイズ戦で劇的なさよなら満塁本塁打と1盗塁を決めて史上最速の出場126試合目で40本塁打 &40 盗塁を達成。一夜明けた試合で再び一発を放ち、史上初の45から4号、50から50へ年間51本塁打ペースとした。カーショーが初回表に4失点して迎えたその裏の第1打席は右腕ブラッドリーとの対戦。 カウント1月1日から3玉目の低めのスプリットにややタイミングを外されたが、バットですくい上げて右前に弾き返した。しかし、2番ベッツはユーボロ併殺打に倒れ、今季41個目の盗塁はお預けとなった。第2打席は打撃妨害での出塁。続くベッツの左翼戦への適時二塁打で俊足を飛ばして一塁から一気に生還し、1点を返した。 さらに1、3塁の後期で T ・ヘルナンデスが27号ツーランを放ち、1点差に迫った。大谷は23日のレイズ戦で今季40盗塁を決めると、9回2、満塁から今季40号サヨナラ満塁弾。日米通じて初めてのサヨナラ弾を放ち、メジャー史上6人目、史上最速の出場126試合目での40本塁弾 &40 盗塁を達成した。 大谷は偉業から一夜明けたこの日の試合前には、右ひじ手術後、初めてブルペンに入ってマウンドからの投球練習を行った。保守を立たせたまま、直球のみで10球。ほぼ全力で投球し、最後の10球目はうなり声を上げ、